地方発見。さあ気合爆上がりです。ヤーマンやる気スイッチオン。いやいや、その二次穂さんの方全く視線やってませんね。くるみさん、二次穂さんで会場が沸くのもすごいんですけど ね、 もうね、会場の方がヤーマン選手より喜んでましたね。ただいまより本日の第3試合ライジン MML フェザー級マッチを行います。青コーナー173センチ、 65.95キロ、さあ観客席には君がいます。君がいれば勇気100倍戦いで惚れさせるぜ。ヤーマン167センチ、 65.90キロ、鈴木ひろあき。今夜もテーマはフィニッシュ、その時怪物くんは昇天します。鈴木ひろあきです。この試合は来週 MMA、さあすでに臨戦態勢です。タイマンと話したのが鈴木博明です。判定まで行ったら2人とも負けだ、そうとも話しています。さあゴングの瞬間から瞬き厳禁です。ラウンドは3ラウンド必要ないでしょう。さあスーパーライジン3、打撃のスペシャリスト同士の MMA マッチ。赤いトランクスがヤーマン、そして背中白いトランクス、このビルドアップされた体、39歳、怪物くんこと鈴木博明です。さあ放送席の岡和美さん、どうですか。いきなりフルですね。打ってきましたね、ガード固めながら。いい服でしたね。そうですね、まずは中央がヤーマン、その距離を取るようにするのが鈴木博明です。さあテイクダウン狙いに来た、おー倒した。さあここ背中をつけさせることができるかどうかですね。お尻の後ろでクラッチはしています、はい、足も引き寄せ下げて、あ、大丈夫ですかね。ちょっと後頭部が位置ですね、はい。いやでもくるみさん、本当にどちらがこうテイクダウンかなっていうのはありましたよね。顔を中に入れていいですね、ヤーマン選手。ヤーマン、まあ、分かってます。はい、小手巻いて、あれを首に巻いてしまうとバック取られますね、あのまま前に落とされて。なるほど、はい。さあ今背中が見えている鈴木博明のセコンドにはホベルト・サトシ・ソーダ立ちました。川尻さん、やっぱりこう、はい、ヤーマンもここの部分は徹底的にやってるでしょうね。そうですね。前線の平本戦も4つはすごく良かったの、4つからの膝だったり肘すごく有効だったと思うので、はいはい、ここしっかり対応したいですね。左の膝、しかしそこはよく分かっています。怪物くん頭をうまく使いながら体を寄せて左を深くさせています。今度は内側、今度は外側から足に絡みながらうまく頭も使う鈴木博明、コーナーに押し込んでいきました。ロックできるか、ロックしましたかね、ここから。あ、後ろ背中ですね、はい、そうですね、鈴木選手外れました。さあ入れ替わったヤーマン、ここは強いですからね、ヤーマン選手前回すごく良かったですから、はい、はい、左右の膝です。コーナーで押し込んで、今度は頭低い位置でヤーマンの方がプレッシャーかけます。膝ですね、いい膝ですね、左の膝です。離れ際の左右のフック、さあ2分経過しています。左のローで合わせてアッパーでショートアッパー2つ、あ、右外しましたね、前蹴り、さあしばき合いです。あ、タックル、やっぱりテイクダウンに来る来る、ドライブドライブ、さあ背中つけさせない、まね、立ちますよ、おー立った、いやクルミさん立ちますね、ヤーマン選手すごいですね、すごいですね。カルジさん改めて、はい、あそこが肝ですもんね。そうですね、しっかりディフェンス、テイクダウンディフェンスできてますね、はい、はい、石にもしついてからの展開もすごい早いんですよ。なるほど、あそこもたついてしまうとどん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 やられてしまうんですけど、すごくいいと思いますね。その成長を話していたのが、はい、今画面も捉えている長男亮さんです。トライブ東京、この4つの状態でも右の肘、左フック、拍手を送る二次方、さあ左フックだ、いきなりパンチから今度は蹴りにつなげました。両同時に出してくる形です。ボディストレート、離れ際の蹴り上げ、しっかりね、大振りばっかり左フック近くにボディ打ったり作り出てるんですよね、ヤーマン選手、はい、ボディストレートだったりワンツー細かく打った上でのフックなんで、すごくいいと思いますね。鈴木はちょっと口開いてきています、はい、お互いそうか、ボディだ、はい、サイドフック、左フックです。ヤーマンこうアッパーだったりボディ意識してますね、はい、ただまだ大きなパンチはもらってないんで、はいはい、ボディストレート、この鈴木選手はサイドフック、左フック、おー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 、お
せない KO でしたね。ですね。これはちょっとすごいですね。1ラウンド2分28秒、2分28秒のノックアウト劇です。いやくるみさん完全意識飛んでましたもんね、目が。いや飛べましたね、でも本当に確かにその危ないこう危機感のある打撃の打ち合いでしたもん ね、 でしたね。ハラハラしましたよ。いや川尻さん、やっぱりこの2人でしたね、はい、戦いは。そうですね、こう鈴木選手のタックルをしっかりこう対応できてたのが勝因でしょうね。尻餅、はい、まで行ったんですけど、その後の対応がものすごく早かったです、はい、あそこもたついてしまうとどん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 後手後手になってテイクダウンされてしまうんですけど、すぐ反応してたので、はい、もう MMA ファイターとしてすごい成長してますね。そうですね、はい、初めてこの会場でヤーマンの戦いを目にしました。二条さん、まずボディストレートもありました。これ良かったですね、ボディから攻めたの良かったですね。これか、左ですね、左フック。完全に怪物くんの意識が飛びました。飛ばしたのはヤーマン、やはりこの打ち合い上等のスタイルで勝ち切りました。続きまして東京 VS 株式会社。これでもくるみさん、ヤーマン真骨頂ですよね。そうですね、だからこうヤーマン選手と戦う選手ってこう寝かせば勝てるんじゃないかってい こう作戦の組み方を今までしてきたかもしれないですけど、なかなか寝かすのは難しいっていうのが少し見えてきました、ね。そうですね、さあ一方川尻さん、はい、まあ、連勝は止まった怪物くん39歳、はい、いやーまあね、なんか打ち合う乗っちゃいましたね。ただそれもテイクダウンさせなかったあのヤーマン選手の策だったと思うんで、はい、まあ、そこですよね。もうちょいやっぱしっかりテイクダウンしてみたかったかなっていうのもありますけど、そして、うん、さあもう一度このシーンです。この距離危険ですよね、危険ですね。ここでお互い打ち合うって確かに、はい、すごいですね。でもここね、くるみさん、怪物くん逃げるわけにいかないでしょう。そうですね、まあ、お互いね、そういう打ち合いをこう好きでやるというかね、いつもこうそういう場面を作ってくれる2人なので、はい、まあ、逃げたくないですよ ね、 でしょうね、戦いとして。さあマイクで何を語るかヤーマンです。どうもターゲット渋谷のヤーマンです。いや本当 MMA めちゃめちゃ難しくて、始めた頃本当アマチュアの高校生とかに決められまくって、でも一から始めてアマチュアの高校生から始めて、でもここでこの超満員の舞台で俺みたいな凡人がここに立てるんで、誰でもここ立てます。だから最後まで諦めないで皆さん頑張ってください。僕も諦めないで最後まで通います。4万人に宣言ありました。皆さん最高のエンターテインメント、平本蓮 VS 朝倉未来の最高のエンターテインメント、皆さんお楽しみください。ありがとうございました。いいですね、念願だった虹子さんの目の前でかっこいいのがそれ場内アナウンスで面白いな。これね、でも虹子さんにこう22枚のチケット2枚ってありましたけど、はい、実はあのヤーマン選手の児童養護施設の子供たちはシングルマザーも実は120人今回も招待してるんですよ ね、 そ、 すね、まあ、そこだけでね、そうやって子供たちにもそうやってやってるっていうところをみんな知ってほしいですよね、はい、はい。いやしかしくるみさん、ここまで全部完全決着ですよ。そうですね、本当にもう盛り上がってますね。はじめさん、はい、やっぱりこのスタジアムバージョンの威力っていうか力あるんですかね。いやもうやっぱりここだとね、テンション乗っちゃいますよね。そうですね、はい、ノリノリで、まあ、3連続フィニッシュですかね、はい、さあ行くのかな、行くのかな。お22万円のVIP席に恋の行方も気になりますからね。気になりますね、はい、恋の行方気になりますね。あの会場のアナウンスでもしっかりされてましたから、はい。